こんにちは。こんにちは。今回はエガちゃんから重大発表があります。はい、じゃあ発表どうぞ。はい、ですね、1月の23日、あの、いつもそばにっていう歌ですね。俺らが好きな曲やね。はい、もう飽きたかな、あれ。飽きないでー、ね、そうそうそう、飽きないで。はい、すごい、動画で歌わせてもらって、すごい評判が、ね、すごい反響をいただいて。評判いいよ。評判いいですか。だって CD 出さないのってめっちゃ言われてるけど、はいはいはい、CD はもう出してんだよね。実はその結構前に、何年か前に500枚限定でもう CD 作ってて、そっから再販してなかったんですよ。そういうことなんだ。で、たまたまそのここで歌わせていただいて反響があり CD にしろという、はい、お言葉もたくさんいただき聞きまして、はい、今回なんと、はい、CD ではないんですけど、シュナウザーに引き続き、配信版あのダウンロードしていただくような形になるんですけど、でも最近配信が主流だからね。はい、それを本日、はい、いつもそばに、リリースいたしますので。じゃあエガちゃん、はい、もうここでフル歌ったら、はい、配信版いらねえじゃんってなるから。確かに。ショートバージョン歌って、わかりました。だから原曲となった歌詞で歌う。原曲も聴きますか。とりあえず原曲のサビだけ聴かせて。もう原曲ね、本当にね、これはもうね、もう本当お腹空いてたんでしょうね。よし、じゃあいきますよ。お腹すいた、そろそろご飯にしようかな。ラーメン食べたいが金ない、今日は我慢しよう。お腹すいた、そろそろご飯にしようかな。頭の中に梅干し浮かべ、今日は我慢しよう。はい、ということで、はい、ということで CD リリースするので、はい、じゃあいつもそばにのショートバージョンを聴かせてください。はい、お願いします。はい、じゃあお聴きください。いつもそばに。学校からの帰り道、友達と遊ぶ約束、家に帰り靴を脱ぎ捨て、ランドセル放り投げる。ただ今お帰り、ただ今お帰り。宿題は後回しにして、友達のいるところへ、夕日が沈む頃になれば、お腹ペコペコ家に帰る。ただいまおかえり、ただいまおかえり。お腹すいた、そろそろご飯にしようかな。泥だらけのシャツ、オレンジの空にさよならして。お腹すいた、そろそろご飯にしようかな。僕の大好物、ママのご飯が待っている。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、はい、その5年ぐらい前に、はい、5年前 CD 出したの。そうですね、それぐらい前ですね。5年ぐらい前に CD 出した時と、はい、なんか変わったの、撮り直しとか。あ、今回出すやつ。今回出すやつは、そのまんまの、そのまんまなんですけど。じゃあ5年前のエガちゃんの歌声が聞けるってことなの。そうなんです、ちょっと声が若いかもしれないんですけど、ね、でもなんかギター2本で作ってるアンサンブルといいますか、なんですけど、結構なんかいい深みがある、いい感じになんかね、いい雰囲気を。俺もちょっと楽しみだな。はい、そうなんです。リリースは
本日1月23日となっておりますので、皆さんよろしかったら聴いてください。あ、結局250円です、ね、もうかってますねー。そんなーチャリチャンネルだね。リーズナブルにしてからあもうかるってことやね。聴いてください。はい、じゃあエガちゃんの新曲発売のコーナーでした。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、リアルチャンネルはこちらになってます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。